どうも皆さんお疲れ様でした。ラジオクラです。今日は本来だったら雨が降るようなお天気予報だったんですけども、安野社長の日頃の行いがきっと素晴らしいんだと思います。また特にこの頃は韓国やら香港やらの方まで博打を打ちに行ってるという方ももっと行いが正しくですまあ大王製紙の二の舞にならないように一つ頑張っていただきたいと思いますけども、皆様方はお話を伺ったところ、お一人も欠席者がいらっしゃらなかったと。おそらく素晴らしい生活環境をお持ちで今日はご参加になったことだと思います。皆様方の健康とベルーナのますますの発展、そしてこの大会がひょっとしてまた2回目3回目と続くように記念しながら乾杯を温度を取らせていただきたいと思います。よろしくお付き合いください。乾杯。ありがとうございました。